練習に入っているところです。ポイント順に選手を紹介します。第2グループで滑りますのはまずエレナ・ベレズナやアントン・シャルリドゼ、ロシアのペアです。グランプリシリーズではカナダ大会で2位、ロシアの大会で1位に入って21ポイントです。99年の世界チャンピオンでエレガントな雰囲気を醸し出します。それから第2グループ、新雪超紅白組、中国のペアです。これが新雪超紅白組で、ここまでアメリカ大会とロシア大会で2位に入って18ポイント。ただ技術に関しては世界トップと言われています。リフトの高さ、それから飛距離、ジャンプに関しても技術ではトップです。昨シーズンのグランプリファイナルのチャンピオンです。第2グループ3番目に滑りますのはドロタ・ザゴルスカ・マリウス・シュレク組で、こちらはカナダ大会とロシア大会それぞれ4位と3位に入りました。独創的で美しいリフトが特徴です。今ジャンプの練習をしています。引き続き解説は五十嵐文夫さん、実況は森中直樹アナウンサーでお伝えします。五十嵐さん、やはりこの後今画面にも映っていますが、ベレズナやシハル・リドゼ、はい、そして3連覇を狙う新雪超紅白の、まあ、言ってみればこの組は一騎打ちになるわけですが、楽しみですね。そうですね、まあ新超組はですね、はい、昨シーズンから比べますと、その昨シーズンにそのすごく柔らかい表現にね、トライをして、はい、で今年はですね、その柔らかさとですね、スピーディーさっていうのがね、結構いい状態で仕上がってきてるんですよ。で、まあ、それに対してそのベレズナやシハルリドゼ組がですね、まあ、どういった雰囲気で持ってくるのか、まあ、そこら辺のですね、もうその味付けの違いっていうようなところでひょっとしたら差がつくかもしれません。なるほど。今こうしてベレズナヤが映っていますが、新雪超紅白はもう NHK 杯で優勝したのが今から4年近く前になります。97年の NHK 杯で、これが中国ペアとしては初の国際大会優勝でした。あの時はリフトの高さですとか、スロージャンプのスピードですとか、それだけに我々驚いたんですけれども、今五十嵐さんがおっしゃったように、最近は非常に表現力をつけてきましたよね。そうですね。それとやはりそのスローイングジャンプ一つにしましても、以前は本当にスピードの中で成功するかしないかっていうのも要するにかけて飛んでたようなところがあるんですけれどもそれをね、どういう状態でも成功させられるスピードの範疇にうまくコントロールして入れてきてるんですね。練習時間終了です。確実さんは、選手の皆さんはリンクサイドにお上がりください。さあペアのショートプログラム後半の3組です。現在3組が滑り終えて、カナダのサレー・ペルティエがトップです。